今回はこれを買ってきました。ピン、地球グミです。とろーり地球グミです。今回は地球グミの大きさ、そして美味しさ確認していきたいと思います。ここにありますね。これをピッてやる、こうやってやってなってますね。で、これをはい、開きました。はい、中はねこんな感じになっております。見てて。普通は地球ってこんなんなんじゃん、ほらこんなんじゃん。だけど開けるとわかります。開けると青いんですね。ただの青い地球ですよ。はい、こんな感じですね。地球は青かったね、ほら真っ青です。匂いだとソーダみたいな香りするね。ソーダみたいな香りがプンプンしますね。前から見ると普通の地球でしょ。だけど後ろを見ると異次元のように青い。そして取れる。まあ食べてみます。はい、最初こんなんだからね。最初覚えていてください。青いですよね。うん。全面青いです。はい。食べてみます。覚えておいてください。青いの。いきます。どうでしょうか？変わりはあまりありますか？ないですよね。じゃあもう一回食べてみます。はい。もう一回食べても変わりはない。これ多分、地球の中ってマグマ入ってるんですよね。だからこれマグマ再現してるんだと思います。まあマグマ食べてると同じだから。まだ出てくる。ほら。感想です。今回の感想はまず味です。ソーダの味がしました。皆さん、帯広の、北海道ありますよね。帯広の洋華堂に売っているのでぜひ買ってみてください。でも値段は高いです。値段が600円です。高いですよね。ね、高いよね。4個で600円ね。皆さん、地球グミ食べてみたことは、値段は高いですけど食べてみてください。じゃあまたねー。え？ちょっと緊急事態。俺のベロは赤くなってる。これが地球の海の力。